突然ですが、明日結婚しますは、宮園泉による日本の漫画作品。プチコミックにて、2014年5月号から2018年6月号まで連載されていた。単行本は、全9巻。2017年にフジテレビ系で、テレビドラマ化された。本作のスピンオフ、突然ですが、今日会いに来てが、プチコミック2018年8月号と、同年10月号に、 前後編で掲載。10月号では、宮園の自作、愛になんて溺れないと同時掲載されている。2019年7月現在、電子版を含めた単行本のシリーズ類計が200万部を超えている。大手銀行に勤務する高梨安香の夢は、専業主婦になることだが、結婚も、目前と思われた彼氏から突然別れを告げられ、失意のどん底に。 そんなアスカを慰めたのが、以前結婚式場で出会い、偶然にも再会したイケメンアナウンサーのナナミ、リュウだった。ナナミの優しさに惹かれるアスカだが、実はこの男、結婚は死んでも嫌だという男だった。結婚に対する価値観はお互いに譲れないし認められないが、二人はどんどん惹かれ、会っていく。思いがつのりとうとう付き合うことになるが、二人の今後はどうなるのか。 結婚をするのかしないのか、それとも別れることになってしまうのか。2017年1月23日から3月20日まで、毎週月曜21時から21時54分に、フジテレビ系の月9枠で放送された。主演は西内マリア。また、フランプールの山村隆太は、本作が俳優デビュー作となる。ありがとうございます。